ローラ B08-60 はローラカーズによって開発されたルマンプロトタイプ1マシン。これは1992年に製造された T92-10 以来のクローズドコックピットスポーツプロトタイプカー。2008年に参戦を開始し、アストン・マーティンはチャローズレーシングシステムと提携し、ルマンシリーズの LMP1 カテゴリーに参戦した。2006年後半に発表された B08。 60はフランス西部自動車クラブが2010年からの基礎化変更を発表した後に開発された。同じくプジョーもクローズドコックピットクーペである908ハディファップを発表した。ルマン24時間レースでは LMP1 はクローズドコックピットのみが許可される。ローラは2010年のルール変更に備えながらプジョー908やその他のマシンと 空力特性で競合できるマシンの開発に着手した。B08-60 の設計はコックピットの違いを除いて、その前身である B06-10 と多くの要素を共有している。ノーズとサイドポッドは B06-10 と同様の冷却及びベント構造を備えているが、わずかに大きいノーズはローラの2007年仕様の設計に基づいている。 フィルティラーが B08-60 の空力を担当し、コックピットを開発した。コックピットのデザインには、エンジン用のルーフマウントエアインテークが組み込まれている。コックピットの横も階段状にデザインされている。2008年シルバーストーン 1000km での B08-60B08-60 の設計は、ローラとアンシス、AMD のパートナーシップによって支援されている。 両社はそれぞれエンジニアリングソフトウェアとハードウェアを提供している。スケールモデルの風洞試験は2007年の初めから実施され12月に最初の車が完成する前に複数の形状が分析された。B08-60 の開発中にローラは LMP にマシンのデザインの開発も承認した。B08-80 として知られるこの車は B08 60と多くの部分を共有しているが、小排気量エンジン、LMP1 より低い速度、小規模なチームが競合する、LMP2 規制により適合している。2007年11月、アストンマーティンはローラから初号機の B08-60 を購入し、レースカーのアストンマーチン DBR9 から6.0リットル V12 を搭載することに合意した。これは、 1989年のアメール1以来のスポーツプロトタイプマシンで参戦するアストン・マーティンの最初の試み。アストン・マーティンのパートナーであるプロドライブはチャローズレーシングシステムと手を組み、ルマンシリーズとルマン24時間レースへのエントリーのために新しいチームを運営した。b 0 8六十はアストン v 十二エンジンを念頭に置いて設計されていないため、 標準のローラ製ギアボックスをよりコンパクトなエクストラック製6速ギアに交換する必要があった。ローラーストンマーティンは量産車由来のエンジンに大きなエアリストリクターを与える規定の変更により有利になった。2008年の LMS でチャローズレーシングはグリッド上で最速のガソリン車であることが証明されたが、それでもアウディ、プジョーのディーゼルエンジン勢に匹敵することはできなかった。 2008年のルマン24時間では B08-60 はアウディ1を上回ってたがクラッシュとその後の修理により順位は交代した。その後順調なドライブで総合9位だった。LMS のシルバーストーンではチャローズがアウディに次ぐ総合2位でフィニッシュした。チャローズレーシングは2008年の LMS チャンピオンシップで5位に終わった。さらに B08-60 は 他のカスタマーにも利用可能になり様々なエンジンをシャーシに適合させることができる。B08-60 はローラとプロドライブが共同開発したローラ、アストン・マーティン B09-60 のベースにもなっている。2009年の LMS-B08-60 でスピーディーセバーレーシングチームが参戦した。年間ランキングは5位に終わった。ルマン24時間は 総合14位に終わった。2010年、レベリオンレーシングは、2つのモデ A5B08-60 に施し、マシンは B10-60 と呼ばれた。アストン V12 エンジンは、ジャット製をレベリオンにリバージした5.5リットル V10 エンジンに置き換えられた。2010年の LMS は、総合3位と5位だった。2010年のルーマン24時間では、2台ともりタイヤ。 二年前のチャローズレーシングに比べてラップタイムが8秒遅かった。2010年のアメリカンルマンシリーズに B08-60 はドレーソンレーシングによってエントリーされた。第七戦ロードアメリカでポールトゥーインで初勝利を挙げた。年間ランキングは3位。ドレーソンローラはオムズのルールにより LMP1 と LMP2 の車を同等の速さにし両クラス間で 同じペースにしようとしたために制限を受けた。2011年の LMS は、レベリオンレーシングはエンジンをトヨタ製3.24リットル V8 エンジンに変更。そして、LMP1 クラスチームチャンピオンに輝いた。ルマン24時間では、ガソリン車トップの6位取りタイヤだった。また、インターコンチネンタル、ルマンカップでは、総合3位を獲得した。 2012年と2013年は B08-60 は B12-60 としてアップグレードされたマシンで参戦した。FIA 世界耐久選手権とルマン24時間レースにレベリオンレーシングが参戦。2012年のルマン24時間は総合4位。12-13連にはプチルマンにも参戦、総合優勝を収めている。アメリカンルマンシリーズにはダイソンレーシングが マツダエア製2リットル、直期4ターボ MZR、R エンジンで参戦、12、13年ともに、クラス2位だった。ダイソンレーシングはまた、短距離のレースでは2011年仕様の B11、66を走らせた。ありがとうございます。